スポーン。はい、どうも MSS プロジェクトでございます。今回もファイトリーグやっていきましょう。というわけで12秒だけ時間ください。お願いします。12秒。じゃあスタート、私ですね、実はこの前ですね、ピリオド4にてですね、ワールドリーグに昇格いたしまして、でワールドリーグの、こちら、ランクの方がこちらのサイトの方に出てる。はい、はい、おめでとうございます。最後までやっぱ言わせいいよ、あれ途中で飛ばしたしさあ、こちらワールドリーグの方で順位がね、公式サイトの方に出てるんですけども、下の方に行きますと、トゥル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 、38位に FB37 がいるんですよ。おー、どうですか、すこれは全く同じ名前の40位がイエーイイエーイイエーイ、これは全く違う。やっぱその名前使ってる人いるんだね。いるんだね。俺が言ったギャグだぞ今の。ん？え？え？お前が言ったギャグって何？まあ僕ね38位なんとか食い込みましたんで。はい。おめでとうございます。じゃあ行きますか。はい、じゃあ行きますか。じゃあ行きましょう。冷たー。さあ今回もじゃあ、またタッグでバトルしていきましょう。はい、またね、ピリオド5も始まってニューファイターも出ましたんで。ニューファイター。じゃあこの並びでいきましょうか。じゃあタッグを送って。じゃあアルマ勝負だ。アルマ勝負じゃない。ニューファイブ送って。バージョンアップしてちょっとね UI とかも変わったんで、エフェクトとか。さあ勝負だてめえら。はーい。よっしゃ、38位には負けないぞ。なめんじゃねえよ38位。じゃあ俺お化けでいっちゃうかな。あ、じゃあこれでいってみます。ジャスティス、ジャスティス、うん、ジャスティスでいくな。これじゃあ、ジェジェジェにしよう。ジェジェジェ、ジェジェジェ、俺もジャスティス、ダブルジャスティス、ジャスティス、正義の名のもとにあいつらをぶちのめしてやろうぜ。よっしゃ、あんなゴミでもマジ、ああ、すりつぶしてやろう。ゴミです、よろしくです。オッケー、準備完了。はい、あ、ちょっと、もういいや、絶対負けねえぞ。どうしたの、正義が悪に負けるわけがないね。俺先行じゃん。さあ、エオエオキックンチームはお化けと GGG、こちらはダブルジャスティスです。どう思う、やっぱ俺、高校の方が良かったね。あいつはすぐ青春時代に戻りたい。なかかな、俺からじゃねえかよ。最初はね、何で行こっかな。まあ、右、一番右のやつじゃない。まあそうですよね。じゃあこれ行くよ。はい、あー、いいの出してくるね。こいつ地味にいいよね。こいついいね。そいつは本当にいいいや、とりあえずやっぱレイバーウルフは出さないとね。まあそうだね、ちょっと防御無視するけども、まんまいレイバーで。あ、味方がいないと攻撃力300。次どうしようかね、まあ、どっちしろ倒せないから、まあそうなんですよね。まあ高が300あったところで、レイバーの下とかでいいんだよな。おお、あ、俺これ行きたいっす、まあ、ね、やっぱね、まあまあ無難だと思う。倒してくれれば。さあこれで倒せはしない。800ダメージですよ合計。どっちでもいいよ。っしゃ、勝った、正義の名のもとに。しかもお化け大好きの直線を潰しましたから、畜生、やんごとなきだねこれは。まあしゃあないわ、それちょっと今厳しいね。あー、でもいいキャラ出してくれね。そこでそこで調射しちゃう。アジャストレンチ、いいよレンチ、レンチンしちゃう、レンチンしちゃう、強い。なかなかいいですね。あ、こいつら上がるんだ、こいつ上がりますが、上げ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 、ちょっと次の機会にした方がいいんじゃない、やつこうやる。あ、ここ、あ、どっちでもいいで、そっちでもいい、どっちでもいいよ、どっちでもいいや。そういうこと言うな。いや、こっちでいいや。さあ、あ、これで、まあ、いやー、これ悪くないね、いいいい。いや、このね、本当にね、人面剣はすげえ厄介なんだよね。ケーン、なかなかいい。ケーン、うわ、やべえ。いや、しかもね、守れないんですよ。なんだこれは。これ割と俺ら有利ですよ。まあ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 、いい感じ。人面剣倒したら、いや、とりあえず攻撃回しよくないぞ。さあ、マスターメイリーフ、お決まりの400ダメージです。あれこれ
あ、全然。おめっクリティカル。あ、強い。マッシャーメリーフはしかも、もう結構上がりやすいからね。ここしかないですね。いや、正直ね。あ、それだったら俺これいっちゃっていいですか。いや、でも悪くはないと思うな。あー、いっちゃう。いやー、正直ね。あ、でも生き残ってるからやんない方が。いや、でも逆に。かもしれん、逆に。あ、じゃあお前置いて、こいつ少しでもダメージ与えてくれれば。いやー、適当に置くなよ。うわ、お前そうなんすよ。うわー、最低。あっち、どうも噛み合わなかったっぽいな。よしよし、いいよ、もう適当でいいわ、そしたら。適当でいいんだよね、うん、あ、本当に。だって何もできないもん。マジか。さあ、これも意味がありません。 もちろんこれでいくでしょ。かわいそう。言っていいですか。いいよ、いい。自分これでいいですか。さあ、何の意味もない。多分どちらもこういう感じのカードだったんでしょう。これ、あれ、ファイティングバスなんだっけ。え、あ、一応やったっけ、これ使う？使ったっけ、使った。はい。さあ、キックのファイティングマス、これはね、本当にお化けでめっちゃ強いんですよ、これが。パクパクパークじゃん。パクパクパックン。あの、差分600与えるカードですから。やったー。超厄介。そしてここで、まあそうですね。来ました。これやばいぞ、多分。さあ、これで200ダメージプラス4体で1200だから。もうほぼ瀕死やね。これは強いですよ。さあ、これで、うわー、1400ダメージ、やば。さあ、これでどうかな。いや、これはまあ実際こっちもね。お前のさ、ファイティングバスって何？なんだっけ。受けるね。シードじゃないの。受けるね。ね、受ける。ちょっと分かった、こっち使うの分かんないから。でもこっちの方がいいと思う。いや、でもしゃあないな、これは。おお、まあそれでしか次しのぐことは無理だね。まあ、でもこいつ倒さないといけないから。いや、そもそもそうだね、しのげるかっていう話なんで。デュラハン今攻撃なんぼ1400、やば。まあ、デュラハンは確実に倒さないと。もしかったらあと1体いれば倒さないとね。そうね。いやー、よくねえな。バーンしたいんだけどな。バーン、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 バーンしたところでちょっと、バーン頼む。それで意味あった。あ、でも倒せはする。あ、まあ、倒せはするわ。倒せはする。あ、しかも、いいぞ、プロテクター貼れ。しかいや、真ん中、真ん中、真ん中。あー、真ん中いいんだ。それは結構いいぞ。しかもプロテクターを貼って、おバーン状態だから攻撃力もアップしております。こちら1300まで回復。おおっと、これいった。さあ、1300削り切れるか。いや、一気には無理でしょう。これはなかなか。これはあだとなりましたね。一気に守る。いや、まあ攻撃もできるから、こいつで。さあ、まあ、それしかないな。そうですね、これ、ま、あ、でもそれ守らないと本当に終わりですね。死のうかな。そうだね、全面の敵は全員倒さないと絶対終わりです。さあ、リンクでダメージを与えつつ、さあ、これでドカンときて、うん、あそこが100しか与えられないのかな。あつ、これは結構まずいだわ。え、これやばくない。さあ、果たして。え、だってこれしかないぜ。そう、アニマルポーター。右、右一個右は。あ、これ？あ、いや、これだと全然ダメじゃん。なん、いや、とりあえず倒さない。あー、待てよ。さあ、どうする？どっち？いや、右に。やってしまいましたね。やってしまいましたな、これな。あー、倒した方がよかったか。エオヨのとこだったら倒してましたね。さあ。まあ、まあまあまあ、これは無理だな。まあまあ、無理っす。関係ないんですけどね。ああ、まあそうですか。バーン状態で視攻撃力もアップするんですけど。マジかよ。うわどりゃくれ。うわ、正義は勝ち。
全然噛み合ってない。カラカラカラって。だってさ、デュラハンがあんなに強かった時点で俺ら勝ち確だったんじゃないの？いや、そんなことない。もう焦りすぎ。いや、あのね、今本当に GGG めっちゃ強いチームだから。ああ。俺も GGG しか使わないもん。ジャスティス本当に強いの。ここまで行っても倒せないパターンあるから。いやプロテクターはやばかった。そう600とプロテクターとあいつなんだっけ、そう400プロテクターのやつが、ね、そう本当にあのね、うん、コンビで来られると まくられなくなっちゃうというか。確かに。いや今回は逆転劇でしたね。というわけで今回はこんな感じで、はい、じゃあ全世界のみんな、バーイ、バイバイ、巻き巻き巻き。